こんにちは、ミルモグです。いつも見ていただきありがとうございます。本日は栃木県佐野市にある私の大好きな一の恵比寿さんに来ています。いつもこちらに来た時には必ず立ち寄る私一押しの美味しい佐野ラーメン屋さんです。この店舗は場所を変えてリニューアルした店舗です。以前は少し離れたところでやっていたのですが、お客様が入りきれないくらいだったので、新店舗を立ち上げてとても広く綺麗な店構えです。とは言っても新店舗になってからだいぶ経ちますが、新店舗になっても味と中身は今まで通りの美味しさです。中は相変わらず綺麗で整理整頓されて清潔感が漂います。テーブル席、座敷席、一人用カウンター、ここに来ると落ち着きます。一の恵比寿さんに来た時は私の注文はいつも決まっていて、ごまラー油ラーメン一択です。しかし店内の空調もいい感じです。入るとすがすがしいです。この間接照明もまたいいんですよね。メニューの紹介です。普通の佐野ラーメンも美味しいのですが、一の恵比寿さんにはごまラーメンやごまラー油ラーメン、またラー油ラーメンなんかもあって、いろいろ選べます。この頃はチャーシューの種類も3種類あって、いろんな味が楽しめます。餃子もとても美味しくて、また大きいんですよね。冷凍になった餃子もテイクアウトできます。この頃はネットで順番待ちできるみたいですね。進化してますね。これです、これです、ごまラー油ラーメン。これが何とも言えず美味しいんです。ごまラー油ラーメンの到着です。スープはたっぷり入っていて、チャーシューも2枚入っています。天からそうですが、ごまのマイルドさが効いて、とてもまろやかなスープです。この感じ、これまろやかなんですよね。
チャーシューも分厚くて食べ応えあります。言わずと知れた佐野の麺。加水率抜群の太しちぢれ麺。自家製ちぢれ麺&手もみ。最高です。やっぱりうまいな。ごろっと肉厚チャーシューうまいです。この麺がまたスープによく絡むんですよね。どんどんいけちゃいます。つるっとのどごし最高。チャーシューとともに麺いきます。これだよこれ、うまいです。ほんとまろやかで飽きないな。ここで天下の宝刀必殺お酢返し、ゆっくり入れて、これがまたいいんですよね。たまらん、たまらん。よりマイルドになったわ。ラストスパート、一気に食べますね。おいしかった。いつもの味です。たまりません。みなさんも佐野に来たら食べたことのない方はぜひ一度寄って食べてみてください。ほんとおすすめです。ごちそうさまでした。ここまで見ていただきありがとうございます。それではまた見てくださいね。さようなら。ひいろちゃんが待っている。ほんとおいしかった。さあ帰ろっと。